はいどうも、ゆうぴかです。本日はドラゴンクエスト3やっていきます。そして僕の横に友人で相棒の彼が来ています。ギャンブルといえば俺、ヨーダです。はい、いやよく言うよ、まあ、前回さ散々外しまくってたくせに。それは言わないお約束だな。はい、まあ、前回ね俺とヨーダで闘技場であのロマリアのねやつやったじゃん。やったやった。あの時は2人でさ、どっちが先にお金稼げるかみたいな勝負したでしょ。やった。で、まあ、ただ当てるだけじゃ、まあ、すぐ終わっちゃうから、うん、3回連続で当てた時点で帰れる。3回連続？そう、3回連続当てるまで帰れません企画やっていきましょう。ああ、なるほど。やろうじゃないか。まあ、皆さんにはもちろんね、編集で短めの動画でね、見やすくさせておきますので、ぜひ最後までお付き合いください。お願いします。じゃあ早速行きましょうか。行こうじゃないか。さあ手に汗握る格闘技スタジアムはこちらだよ。どのモンスターが勝つかズバリ当てれば儲かるぜ。掛け札は360ゴールド。ほう、360ゴールド、変わんないんだ。じゃ変わんないね。前回もこんなもんだったね。とりあえずまずは1回当てないとね、始まらないから。真ん中のデスストかな。デスストオッケーです。じゃあ、まあ、ここはもうヨーダ君のデスストでいきましょうか。いいの？いいよ。じゃあ行こうじゃないか。俺こいつがねやる気があるってねちょっと思ってるからよ。感じてる？感じてるな。いやまず一勝したいね。ほら、なんか、戦士じゃん。うん。あ、強そうじゃん。おーやめろそれはひどくないかい？おいうわ結構。待って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 。あ、やばい。よし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 。まだ全然いけるじゃん。おー、うんうん。あれ結構 HP ある？あ、いけるんじゃね？頑張れ。いけーよっしゃ やっぱりやる気あったよ、こいつ。じゃあ、あと2回連続で。当てていきましょう。行こうじゃないか。うわ、これ、緊張するな、なんか。これはどうなの？これもいい？これはありでいいのか？これ分かっちゃうよね、正直。いやー、さすがに大穴すぎないか？まあでもこれも運だから、うんね、すいません、皆さんね、いただきます。いただきます。いや、だってこんなのさ、あれじゃん、ゾウマさえさ、スライム並みにしたら。そうだな。これはもう間違いないわ。まさかお前まずえあバシルラこれ引くの？わからんわからん。あ、わからん。あ、はい、オッケー。うんうん、まあ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 、これはね、じゃあ今もう2回連続ですから、あと1回やれば俺らもこの収録終了して帰ります。おお、上がれるか、やったぜ。あ、なんだお前。何これ、これまたヘルコンドル来たぞ。まあヘルコンドルで、とりあえずヘルコンドルするか。これはでも、だってヘルコンドルしかなくない？バーバーお前。バーバー、あ、そうか、ババアがあれか、当たるのか。当たる。お前危ねえと思った気今。ババアで行く？どうするこれ、まあね、ババア行ったら多分3回行っちゃうぞ。行っちゃうね。どうするか。じゃあちょっとここはシャーマンあたりにします。そうだな、お茶濁してシャーマンつか。ちょっとシャーマンあたりにしましょう。大丈夫だよ。大丈夫。3回ぐらいいけるじゃん。いける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 。もしかしたらババアそこで死ぬかもしれない。そうだね。まあ多分無理だと思うけど。うわぁ。ベギラマ。なんか今ヘルコンドだけ当たんなかったか。当たってないね。ババアー！ヘルコンドで勝ってた。そんなことあんの？やば。まさかのおまくらせか。めっちゃおまくらせじゃん。あれちょっと待って、今ユビカがさ、やったら。そうだ、俺がヘルコンドで来たら勝ってたじゃねえかお前。嘘だこんな。おい。あんなことあるんだな。驚いたわ。出たー。え、何これ？この配列は俺、いいっすか？やっちゃって。もうこれ絶対バチなんで。まあ、2.0 だね。これはもうバチでしょ。これおなじみなんで。あ、まあ、蝶よりもな、蜂の強いからな。そう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 、そう。まあ、僕はもう。なんかすげえ、総合食らってるけど。大丈夫かい？ちょっと待って。なんか総合食らってるけど。あ、うん、うん？いや、頼む。ハテキューそんなことそんな、よしよしよし、まだ1回目だもんな。そうだな、次次次次次、ババア出たこの配列。さっきの配列どうします。いや今度こそシャーマンだろお前。シャーマンいきます。シャーマンいこうよ。オッケーオッケーオッケー。これはねあれだよ、ヘルコンドルにババアがすっ飛ばされて。そうだね、うん、それでワンチャンあると思うよ俺、うん、うわ、あれシャーマンくん、あ、でもシャーマンデコイ見つかった。やるじゃねえか。ナイス。ねえヘルコンドくんやめて。
ベルコンドル。あーベギラマン。ベギラ強え。あでもお前ベホンギス使うんだ。いいよいいよいいよ。やめろ。やめろ。あじゃあここ行きましょう。まあ、これはどう見てもマリンスラムじゃないかな。まあちょっとここで一勝しとかないとやばいですね。やばいよ。うん、さっきあれだ。あんなことになると思わなかったから。そうだね。あれこのマリンスラムって前回の。そうだね。スクルト合戦の地獄の。聞いたよ本当に。まあ今回はね守備力高いやつそんなにいないから。あ、ルカなんだ。マーマンの。おお、やるじゃん。え？え、火力高っ。うん、うーなるほど、こういうことですか。多分あと1回くらったらやばかったかもしれない、うん、こういうふうに。まあ今一緒だ。まあまあまあ、次誰だ。ミイラ男か暴れ猿か人食いかかマタンゴー。あーまあ順当なとこで言えばミイラ男だ。俺はなんか暴れ猿も来そうな気がするけどね。ここは暴れ猿くんがね頑張ってくれるってことに期待してる。ああじゃあいいじゃん。それじゃあ暴れ猿行きましょう。行こうじゃないか、うん、暴れ猿行ってこい。行ってこい。キライプじゃん。まあ見た目はね。マタンゴー。まあ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 全然。やめろか。やめろやめろ。俺を攻撃するんじゃない。うわあきつい。ちょっとそろそろミイラ男。あはん。おやおちょうだろこれ。ガガかったんだ。おおめんどくさーねこれ。ああなんかこういうあたりが結構むずいんだよな。どうしようか。魔法使いが2体いて、大口橋ってのはよくわかんないけどな。あれ顔だけの鳥みたいなやつじゃん。あー、テッカーか。だと思うよ。難しいぞ、これ。マージ、あー、マージ強そうだけどね。俺は大口橋かな。大口橋？じゃあ、それどうしよう。じゃあ、じゃんけん。最初はじゃんけん、ポイキ！はい！じゃあ、ヨーダ行きますか。じゃあ、大口橋行こうよ。オーケー。多分こいつね、やってくれると思うよ、多分。どちらも強いから。ヨーダを信じるよ。無事に頑張ってくれるから。あ、やっぱキラーペ。いいぞ。おあ、全然いいじゃん。やめろ。強っ。マタンゴー。やめろ。やめるんだ。お前、ホイミ使うなよ、マジ。あー、今、2回目の攻撃が。あ。いや、おぉ。やるじゃん、なんか。強っ、お口ばし。俺、絶対負けると思ったわ。ごめん、俺も負けると思ったわ。いや、ナイス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 。あ、これですか。また来たぞ。うん。これさっき俺デスストーカーかけたんだけど、うん、今回はねユーピカやるよ。頑張ってくれよお前が。まあでもじゃあ俺キラーアーマーにしてみるね。おキラーアーマー、うん、行くのか。ちょっとキラーアーマーでここは本当に。じゃあ騎士に頑張ってもらおうじゃねえか。そうね、赤いやつだよな。そう赤いやつピタロみたいな。まあ真ん中のやつ強かったけどな。出たよ。うわここ頼みますわ。甘い気やめて。あ、いいぞ。あ、やばい、俺も食らう。全体攻撃なのか。あ、デスとか死ぬか。これ、デスストーカー入れろ。ああ、やめて、やめて。ああ、まずい。いけよし。あれ耐えろ。うわまさかの氷河マジに勝ちよ。氷河勝つんだ。意外と勝つな、お前。いや、ほんと、今回さ、バンクルアス多くね。多い。でも、バンパイアも結構強いよな、普通に。俺多分カエムカでいけないと思うなこいつ。そうね、君は炎吐いちゃダメ消すんだよ。カエムカで前回ヨーダがかけてて負けてたんだよ、うん、そうだな。でヴァンパイアがその時は確か勝ってた気がするんだよ、ね、じゃあヴァンパイア行くんじゃねえか。ちょっといいっすかヴァ、うん、ンパイアで、うん、僕ドラキュラ君だよ。僕ドラキュラ君。まあまあ、まあ、頑張れドラキュラ。頑張れドラキュラ君。おいいぞいいぞ。やめろ俺を攻撃すんな。シャドウがあ、そっか。そこか。カエムカで殴っちゃって。あ、これもしかして。あー、申し訳ねえ。いやー、鎧。強かったか。じゃあ、これもババアに行く。ババア、ババア、ババアに行く。ババ本当ね、多分ね、これでもしヘリコンドが来たら知らねえよ、そうだよな。行け、ババア。頼む。ババア。ババア絶対一つでベギラマ使ってくんねん、こいつ。ベギラマがエグいよな、マジで。え？あー、ヘルコンドル。ベホイ。あ、え？お前も使うの？使うんだ。いや、もうこれいけるでしょ。さすがに。さすがに。大丈夫？え、大丈夫？頼むよ。え？いけ！
クソ強えバーバー。さあ次。あー、この配列か。コウモリ男、ギズモ、お化けキノコ。まあ普通に考えたらコウモリだよね。ただなんかお化けキノ キノコもね。そう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 。俺はね、多分お化けキノコくんが甘い気で眠らせて食べてくれる。それある。それもね、それ今ねあると思った。うん。コウモリ男なんかね、だからお化けキノコハマれば強い気がする。そこはどう、まあお化け行ってみるじゃん。お化け、お前にかけてみようぜ。そうだな。うん。いけるぞこいつなら。これで頼む、2勝つかみ取りたい。いけるはずだ。いきなり迷惑やってんねんねえぞお前。オッケーオッケー。まあコウモリだろ。やめて。あおこ、お化けお前。やめろ。あ、何してんお前。最悪。これギズモ買ったらどうすんだよ。勝ったんだねこれギズモ。やば。ねえ、なんかおかしいよ。ここやばいな。ここすごいよ。なんかここの闘技場やべえぞ。大丈夫かこれ。大丈夫かこれ。どうした。おちょっともうさ、これ多分動画では結構カットしてるけども長いことやってるじゃんこれ。やってるよもう。だからこの人使ってみる。こいつ予想たったの5ゴールドだって。ほう、じゃあ使ってみるじゃん。使ってみようぜ。ほう、予想聞かせてみるよ。ポイズントードだって。これっきゃないよと。本当にか。お前違ったら本当に頼むぞこいつマジで。お前違ったらさ、俺たちの拳が飛ぶかな。じゃあ、まあ、信じるか。信じてやろうじゃねえか。ポイズン、ほんとだよお前。やってやったこれ。マジかよ。どうする。あいつを信じるか。お前、あれ、大穴ぞ。いやー、これ、ちょっと。やってみるか。まあ、でもやってみるか。うん、間違ったらあいつをぶん殴る。そうだ、あいつをぶん殴ればいい。本当に言ってたのか、お前。マジで。俺、多分一番最初死にそうな気がするんだけど、あいつ。俺もそう思うよ。待って、1しか食らねえぞ。キャタピラ。この配列だとキャタピラバカ強いんだよ。それは俺もね、知ってたんだけど、スクルットやるし、ね。終わったじゃん。いや、え、勝てるのかい。え、メラ、うわもうダメじゃん絶対。さすがに盗賊。うわあいつマジなんだよ。あの予想や殺せる。あれは、うん、ちょっとあいつマジで本当にね。お前ふざけんな、ね、5ゴール取ってさ、ね、あんなクソ罠狙されてどういうことだてめえ。おい、じゃあ一応聞いてみる。今回ももう一回聞いてみようか。一応聞いてみよう。溶岩魔人、溶岩魔人ってさ、なんか20倍とかの倍率じゃねえ、これ、もしかして。ちょっと見てみるか。俺、そんな気がするんだけど。おい、絶対こいつ、大穴しか狙わねえじゃねえか。おい、あいつもう信じやめようぜ、もう。じゃあ、普通に当てに行こう。そうだな。ってなると、やっぱミニデーモン、まあ、五血グマも強いと思うけどね、普通に。どっちもありだな。うん。ここは森のクマさんにかけようぜ。オッケー。五血グマ行きましょう。あのクソ野郎、絶対もう許さんだろ。これであいつ当たったらすごいけどね。いや、そうしたらね、もう俺たちは平山にするしかないから。ほう。はいはい。はあ。あ、結構ミニゲームも体力あんだね。お前、メロミ食らわねえぞ、普通。あ、お、意外とやる。え、よしよし。え、これいけるんじゃね、五血。あー、わかんねえ。あー、メラミ。やめろ、やめろ。いってー。バカ強くね、メラミ。いやー、ちょっと、ね、全然当たんなくない ?3 回連続。ちらほらね、1回2回当たるんだけど、そうなんだね。3回目がマジでいかねえんだよな。おい、もしかして最初のさ、あの一発目ってあれさ、なめくしないで普通にやっとけば、もう1回の週で、あそこで3回連続で終わってたぜ。お前を信じればよかった。お前を信じればよかった。いや、でも俺もあそこで当てちゃったら動画として成り立たないと思っちゃったから、まあ、行きましょう。とりあえずね。またね、これ1回目からだから。おー出ました。これで、まあでもデスストーカーが硬いっていうのはね、わかりましたからね、うん、この間ね。そう、デスストーカーが行けよ。まあ、頑張ってくれよ。うん。じゃあちょっとデスストで。よし。よし、殴れ。ああ、いける。やっぱデスストーカーしか硬い。出たー。あー、どうするか、これもう、ほぼ同じだぞ。これこんなのをさ、あ、こいつに聞いてみるか。いいですよ、やってみようぜ。 D ねえ、こいつさ、もうこいつさ、高めしか書けないんじゃない、もしかして。でもこいつにもう、これはもうだってもうどうしようもないじゃん、正直。だもうあいつに書けよ。俺らはアルミラージにかけるんじゃない、うん、まあ、あいつにかけてんだ俺らは。俺あいつに2回かけて、俺あいつに何回かかけて全部外れてんだけど。だから今回はいけるはず。本当かい。 D だったよな。 D です。 OK。
D です。D。D。頼む。これ D だよ、ほら。オッケーオッケー。P に見えるけど。もうさ、手でやっても俺にしか見えないから。頼むぞ。いや、頼む、マジで。本当ね、結構カットしてるけど、多分短くなってると思うけど、めっちゃ時間かかってるからね、これ。何回やったんだ、もう俺っち。わかんねえぞ。なんか結構ね、お金減ってるからね。あ、でも D 頑張ってる。あ、いいね。お、ここに来て、D の。お、あ、いいじゃない、全然いいよ。全然いいよ。まあ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 。でも A と B で食え、食え。まだいける、まだいける。まだ全然ありあり。いいぞ、いいぞ。あり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 。おい、B 攻撃しろ、B 攻撃しろ。A じゃない。タイマンか。やれー、いけ。おい、あいつやるじゃねえか。あいつやるな。見直したぞ。初めてだった。初めてだけどな。うん。やるじゃないか。え、これさ、2勝だよ。2勝。やったぞ。あと1回だ。あと1回だ。じゃあ、とりあえず配列見ますか。頼むぞ。あー、結構難しいラインだな。ここね、確実でいくんだったら俺はマミーを行きたい。まあそうだよな、マミーだな。マミー一応あの方の意見も聞いてみますか。そうだな、多分ミイラ男 A って言ったんだなんかね、絶対そこら辺刺してくんだなこいつは。多分その気がするけどな。ほらね、本当にやってて、ミイラ男 A じゃねえかよお前本当ただ高めじゃねえかてめえやっぱり、まあ、これは迷わす。でもどうする、俺は、うん、あのね、ママの味のマミーでいく。マミー、うん、まあそうだな、俺もまあこれマミーだけど、なんかあのお方がでも3倍のあえて A を指してるっていうのもな、変な話だからな。いやマジでこれ当てるか当てないかで、うん、俺ら本当に帰れるかどうか、帰れるかどうか帰りたいんだけどめっちゃ時間かかってるからね。これさ、収録さ、もう1時間以上超えてるんだよね。超えてるね。しかもあの、いつもおなじみのドア閉め切ってるから、くそ暑い中でやってるし。暑いんだけど。じゃあ、マミー行きます？マミー！じゃあもうこれマミー買ったら、うん、後でスーパーでマミーでもね、買って祝杯しましょう。そうですね。行くぞ。おう！頼むよ！頼む！マミーさん、お願いします。もしこれ外れたら、あの男に土下座しよう。ああ、そうだな。おい。おい。やめろよ。やめろよ。やめろよでも結局、あ、でも結局 B じゃん。B だった。でもだ、いやまあでもあの男も外して、俺らも外して、うん。まあ、マミの野郎許さん。まあでもこれはどうしよう。か今のは無理だよ。マジか。ちょっとどうするの、さすがに俺きついっすよ。俺もきついです。だって今さ、うん、1時間以上ずっとここでさ、ね、あのあだってあでもねこうでもない言ってたわけでしょ。そうそうそう、俺たちで正直なことちょっとこれもう私事なんだけど、はい、あのもう今から出かけないとスーパー閉まっちゃうんだよね。俺ら今から買い物行くんだけど、もうギリギリだよギリギリなんですよ。今車通してギリギリだよじゃあちょっと次回に回しましょう。そうです、ね、この企画ね、もう一度このイシスの闘技場で3回連続目指して頑張ろうと思うんで、はい、ちょっと今回はねこういう形になったことを本当に視聴者の皆さん本当にすいませんでした。すいませんでした。また次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。